孤独、段育次郎。陽次郎は銀座の裏通りにある釣りかごという小さい喫茶店が気に入って、いつからとはなくそこの常連みたいになっていた。と言ってもわざわざ行くほどでもないが、出歩くのが好きな陽次郎はつい便利な銀座へ毎日のように行き、行けば必ず釣りかごによるといった風であった。釣りかごは小さい家だったけれど、中は皆ボックスばかりで、どのテーブルも真っ黒などっしりしたものであり、また客の少ないためでもあろうか、いくら長くいても少しも嫌な顔を見ないで済むのがことさらに気に入ってしまったのだ。なぜならば、陽次郎はその片隅のボックスでコーヒーをすすりながら、いろいろと他愛もない幻想にふけることが、その気分がたまらなく好ましかったからであった。そうして、いつか黄昏の迫った慌ただしい街に出ると、周囲のデカデカしいネオンサインの中に、釣りかごと淡く浮くちっぽけなネオンをいじらしくさえ思うのであった。そうして、今日まで通う中、陽次郎は、図らずも、今この釣りかごの中で、一人の見知らぬ男に話しかけられた。その男は、陽次郎よりも古くから店の常連らしく、そういえば、彼が初めてここに来た時に、すでにどこかのボックスで、一人ぽつねんと何か考え事をしていたこの男の姿が、うっすらと目の底に浮かぶのであった。その男、腹と自分で言っていた、は、人より無口な陽次郎にとっては、随分雄弁にいろいろと話しかけて、陽次郎自身、ちょっと気味悪くさえ思われた。しかし、陽次郎は、この男の話を聞いていく中に、それがなぜであるかが、だんだん分かっていくように思われた。この男、懐疑狂だな。いかにも、この男の話は妙な話であった。それでいて、陽次郎には一概に笑ってしまいない、胸に染み通る何かがあった。あなたもよくこの家へ来られるようですが、その途中で、いつも同じ人に会うことがありますか。原という男は、そんなように話した。さあ、そういえばないようですね。さようでしょう。私にはそれが非常に妙な気持ちを起こさせるのです。毎日毎日外上で、あるいは電車の中で、バスの中で、この大きな都会ですもの、何千、何万という大勢の人を見るでしょうが、それは、ただその瞬間だけなのです。もう次の瞬間には、皆、再び私の目に触れないどこかへ消え失せてしまうのです。でも、10年も20年もの間には、随分同じ人に会うのじゃないですか。あるいは、そうかもしれません。しかし、あの人は、この前どこどこで見た人だ。と思い出すことができましょうか。けれど、これが片田舎などで、人の少ないところでは、一週間も滞在すれば、見知りの顔がいくつもできることを考えると、これは、都会というものの持つ恐怖だということができますね。では、私があなたと、あなたも毎日のようにここに来られるようですが、しげしげと会うというのは何か特別なわけがあるんですかね。ええ、そうです。私はあなたに感謝しているのです。街に道に満ち溢れた見知らぬ顔の中に、季節して毎日あなたと会うということは非常に心強く思えるのです。
原は、そう言ってタバコを出すと、無理に陽次郎に勧めるのであった。あなたは、友人を訪れたとき、もしその友人が不幸にして不在であったとしたら、非常にがっかりした、空虚な気持ちになるだろうと思います。心弱い私には、この見知らぬ顔に取り巻かれた気持ちが耐えられないのです。陽次郎はマッチを取ってパッと吸った。原はそれを見ながら突然。ところが、僕はその気持ちが大好きなんで。ん？陽次郎は腹が急に存在な言葉で変なことを言うので、吸いかけたタバコを思わず口から離した。腹はビクッとするように狼狽して、いやいや、騒然たる中の空虚、おる人混みの中にこそ本当の孤独があるのです。ちょうど、紺碧の空の下にのみ漆黒な影があるように。だが、陽次郎はもう答えることができなかった。あのもらったタバコを一口吸った時から、心臓が喉につかえ、体は押しつぶされるようにテーブルの前にのめって、あたりは青黒く霞み、例えようもない苦痛が、全身に激しいかったるさをまき散らしながら駆け回った。そうして薄れゆく意識の中に、腹の毒々しい言葉を聞いた。さようなら、私は孤独を愛するのです。それを愛するばかりに、乱されたくないばかりに、あなたに死んでもらうのです。孤独はすべてに忘れられ、すべてに歪められた私に、たった一つ残された慰安です。それを荒らされたくはないです。さようなら。今読んでる暗くな症状の中最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それからご意見コメントなどもお待ちしております。